どうも、東北キリタンです。お、なんか乗ってる。宇宙開発といったらトラクターですよね。いやいや、まあでも惑星の開拓には役立ちそう。そうだね。というわけで今回もいろいろ作って惑星開発していきますよ。おう。という感じでアストラニアスタートです。あ、はい、それでは今回もやっていくんですが、変なダンス。前回はこの星を少し探索して変な施設を動かしたりしましたね。また空がちょっと変やな。うん、まあ気のせいですね。なんで見ないふりしてんの。さあそんなことよりやっていきますよ。おい、徐々に拠点も広がってますが、まだまだですね。あ、変な装置。一応持って帰ってきた。そう、とか言いつつ起動させんな。まあなんか空が光ってますが、ただのエフェクト的なやつなので大丈夫です。あ、そうなんや。知らないけど。おい、大丈夫大丈夫、知らない知らない。どっちやねん、適当娘め。これは前回拾ったライトですね。お、このゲームは夜でもそれなりに明るいので、ライトはなくてもいいと言えばいいんですが、なんとなく照明あると楽しいのでね。まあちょっとわかるけど、この辺も作れるようになったら拠点をきれいに飾るのも楽しそうですね。そうやな。いろいろ作りたいんですが、まだわからないことばかりなので、ミッションを進めながらやっていきますよ。おう、まだ結構ミッションあるな。だね。とりあえず陽光炉というのをアンロックか。ふむふむ。ちなみに研究というかアンロックだけど、あ、ここから研究カタログを開いて、で、作りたいのをアンロックする感じで。なるほど、いろいろあるな。項目がいろいろあるけど、陽光炉はちょっとないですね。そうなん。うん、はい、ちょっと迷ってたんですが、お、ここにプリンターがあって、バックパックとか中型とかプリンターごとに分類してあったみたいで。ふむふむ。陽光炉は中型プリンターで作れるみたいなので。あ、これだね、あった。お、アンロックにはバイトというのを使うんだけど。2800、すでに結構あるな。うん、ミッションで結構もらってた。というわけでアンロックしました。お、では中型プリンターで。あった、材料はコンパウンドと樹脂だね。樹脂は黄色いやつかな。うん、その辺に転がってるのでセットして。コンパウンドもあるね。オッケー。お、準備完了。あとは私で見えないけど開始ボタンを押しまして。お、おう、まあ動き出したね。オッケー。なんか場所がちょっとシェルターとかぶってるけど、まあいいか。そう、はい、完成。お、早速展開しまして。結構大きいかな。大型プラットフォームが必要そう。そうやな。とりあえず向こうに置けそうなので、そこで。おう、オッケー。陽光炉とか言ってたけど、なんか溶かすのか。わかんないときはミッションで。せやな。ラテライトからアルミニウムを生成。知らん資源やな。うん、あ、地下で見つかる鉱石とか書いてるね。地下、そうか、地面掘れるし地下もあるか。ふむ、それじゃ今度は地下を探索しますよ。おう、ってことは地面を掘って。いや、なんか洞窟みたいになってて、そこから地下に行けるみたいなんだよね。そうなんや。まあ地面掘っても行けるとは思うけど、資源のある場所まで掘れるかわからないしね。なるほど。というわけで、とりあえず探索してない方向に進んでる。ふむふむ。ちょっと見つからずにさまよってるんですが。結構広そうやしな。うん、あ、これは、あ、お、バイト獲得。うん、なんかこういう謎の物体を調べることでも研究ポイントゲットできる。そうか。洞窟は見つからないけど、なんか発見。クレバス。うん、大地の裂け目があるね。ほう、そんなに深くなさそうだけど、落ちたら死ぬかもしれないので慎重に。え、行くのか。地形ツールで安全にね。これか、便利なやつ。うん、登ることもできるし、逆に下り坂を作ることもできる。おう、これはええな。どや。はいはい。とにかくこれで降りていきまして。ふむ、下に到着。さらに下に空洞があるね。お、あれが洞窟かな。かな、こんな生き方で合ってるのか知らないけど。うん、とりあえずこの崖下には特に何もなさそうだね。そうやな。さらに下にある空洞行くかな。ちょっと怖いけど、まあテザーが繋がってる間は大丈夫。そうか、道も安全に作ってと。ああ、これなら大丈夫やな。地下に侵入。あ、これは確か、あ、危険物。確か死ぬやつだね。え、近づくと危ないんだったかな。マジか、やばいやん。ちょっと掘ってみて。うわ、え、爆発した。やば。何したん。危険だから動かそうと掘ってみたら、また爆発。
なるほど、掘ると爆発するやつなんだね。ああ、あんなん近くにいたら死ぬな。だね、まあでも。うお。離れてれば大丈夫かな。オッケー。もう大丈夫なんか？あ、これは研究サンプルだね。バイト獲得の。うん、あとは種だね。育てたりできるとか。え、こんな危ないの？さすがに置いていくけどね。ああ、そりゃそうか。適当にバイトを獲得しまして。ここは、資源なさそうかな。そうやな、岩だらけ。あ、そこに何かあるね。お。とりあえず掘りまして。大丈夫か？わかんないけどいける。お、おう。あ、ただの研究サンプルだね。鉱物っぽいけど資源ではないか。うん。ここは危険なのがあるだけで、資源のある洞窟じゃないかな。そうみたいやな。これ危ないな。まあ離れてれば良さそう。そうか。ま、このくらいだね。種を持っていく手もあるけど。え？まあバックに余裕もないので、今回はやめておくけど。そうやな。どう見ても危険やこれ。あ、あれは？ん？これも研究サンプルか。うん。ただ、これは、この場でスキャンはできなくて、研究施設というのが必要かな。そうなんや。初期の頃は、これでしか研究ポイントもらえなかったっぽいので。ほう。結構な研究ポイントもらえそう。そうか。で、持っていくんか。うん。運ぶの面倒だけどせっかくだし。ふむ。ちなみに、このくらいのサイズなら手持ちができるらしいんだけど。ふん。それならちょこちょこ持ち上げずに運べるみたいなんだけどね。持ち上げたままやと足遅くなるんやっけ。うん。なのでこうして、ちょっとずつ動かしながら進んでるんだけど。ふむふむ。シフト押しながらクリックで。おう、持ってる。うん。でも、スピードが遅いんだね。そうやな。まあでも、いろいろ便利なのでしょう。ふむ。ただちょっとこの時点では知らなかったので、のんびり転がしながら進みます。はいよ。はい、到着。お。目的とは違うの持ってきたけど、せっかくなので研究台作ってやってみよう。ふむ。中型プリンターで作れるので作りまして。プラットフォームも足りなかったので作りまして。お。で、さっきの研究サンプルを置いて。本格的になってきた。うん、いい感じ。では、ケーブルをつないで研究開始。ふむふむ。まあとりあえずスタート。お。全部で564バイト入るということかな。ああ、ちょっとずつポイント入る感じ。そういうことみたいだね。まあオッケー。それじゃ、私は洞窟探しを続けます。おう。どのあたりにあるのかな。テザーを見るに、結構探索してるな。そうなんだけどね、どこにあるのやら。ふむ。ちなみに、シルバという星でスタートするんだけど。ここか。うん、地形は、スタートするときにランダムっぽくてね。そうなんや。うん、あ、これかも。お。いかにも洞窟の入り口っぽい。そうやな。なんだ、こんなすぐ近くにあったんかい。ん、けど。あ、行き止まりだ。はずれか。こんなにそれっぽいのに。でも、これあれだね。ん、ここだけ地面の色が違って怪しい。あ、掘ってみるのか。意外と空洞になってたり。ふむ。あ、見えた。お。空洞だね。洞窟の入り口ここで合ってたかも。確かにそれっぽい。うわっと、滑っちゃう。大丈夫か？テザーが届いてないから、このままだと死ぬけども。え？まあでも大丈夫。地形をなんとか整えて。ふむふむ。テザーのある場所の地形変更すると、こうやって外れちゃうので気をつけつつ。結構ピンチ。なんとか登れそう。お、無事か。うん。というわけで道をつなぎます。おう。ほりほり。結構急に見えるけど。うん、大丈夫。そうか。下に青いのが見えてるね。鉱石っぽい。お。いっぱいある。当たりかも。あれが、なんやっけ。ラテライトだといいけど。あ、それか。うん、ラテライト。これみたい。お、目当ての鉱石やな。うん。あれ、これは違うか。ん？奥にあるのはオーガニックだね。ふーん、こんな場所にも植物が。まあいいや、こっちにいっぱいある。おう。それじゃどんどん掘っていきまして。鉱石でもお構いなしに吸い込めるんやな。フューチャーテクノロジー。なんでええの？どや。はいはい。ま、全部取っていきたいけど、そんなに持てないのでね。そりゃな。このくらいで一旦引き上げるとして。ふむ。向こうになんかあるんだよね。お、宇宙船、ではないか。。電力を満たしてロック解除。お、前回もこういうのやったな。ふむ。小型発電機をサクッと作りまして。
ふむふむ。で、ケーブルをつないで。動かへんか。あ、停止させてたので動かしまして。お、電力これで足りるかわからないけど。何の装置やろ、動かして平気か。支援物資とか書いてるし大丈夫そう。そうか、そして当たり前のようにバクると。え、私への支援でしょ。絶対ちゃう。あ、それより開いたよ。お、おう。さて、中身は入ってるか。うん。あ、これかな。なんやろ。あ、研究サンプルだね。ああ、バイト獲得の。うん、ちょっと微妙だけど、まあでも415バイトだからそれなりかな。そうやな。まあオッケー、それじゃ戻ります。はいよ。というわけで戻ってきまして、早速ラテライトを生成してみましょう。おう、ここにセットでいいのかな。あ、動いたね。オッケー。お、で、アルミニウムになるらしいけど。そこに出てきてる。なるほど、こういう感じね。結構電力使ってるんかな、バッテリーが。そうだね、発電がちょっと足りてないけど、バッテリーがあるうちはなんとか。ふむふむ。そして完成したね。お、オッケー、ミッション達成。次はトラクターを作るということでやってみてる。ローバーシート、座席。うん、いいね。乗り物か、探索っぽくなってきた。お、座ってる。うん、これだけじゃ意味ないので、トラクターも作りまして。おう。で、ここに座席を。あれ、座席つけるほど大きくないな。これだけで普通に乗れちゃった。いらんかったか。うん、まあ、OK。 そう、ただ、動かないな。動力は？あ、はい、電力が必要ということで。バッテリーか。これでトラクターに電力が充電されてるね。お、動いた。結構早いな。運転荒いな。施設にぶつかって動けないんだよ。脱出したか。オッケー、いいね。これ早速横転してる。おや、立て直せるみたいだね。お、地形にはまったか。ぐぬぬ。トラクター発進。お、ちゃんと動いてる。ちょっと安定感ないけど。確かに、ガンガン跳ねてる。うーむ、まあでも慣れてきた。おう、これ乗ってる間酸素も大丈夫みたいだね。そうなんや。うん、テザーから伸びてないのに酸素減ってないし。なるほど。トラクターから酸素ケーブル来てるね。お、ほんまや。ちょっとした移動拠点だね。いい感じ。ふむふむ。トラクター作った報酬でトレーラーもらったので。お、こうやって引っ張っていける感じなんだね。後ろは荷物乗せたりだね。資源集めがはかどりそう。ふむふむ。トレーラーもう一つつけてみたり。お、いいね。確かにこれはええな。よし、せっかくだし資源取りに行ってみようかな。おう。トレーラーつけることでむしろ安定するね。なるほど、これ前提のバランスね。そうみたいだね。で、何の資源取りに行く？うん、ラテライトとかも欲しいところだけど。これで地下行くのは厳しくないか？そうだね、横転したら自力で復帰難しそうだし、これは持ち上げられないので。そうなん？うん、未来の技術でもちょっと無理。そう。あ、樹脂があるね。お、いろいろと使うし、これを取っていこう。ふむふむ。あ、車両から酸素来てるな。だね、これで行動範囲が広がるね。そうやな。とにかく樹脂をどんどん集めまして。で、トレーラーに載せてるストレージに積んじゃう。ふむふむ、これで結構持てるようになるな。うん、開発がはかどる。はい、というわけで惑星開発の強い味方トラクターを作りました。先端になんかついてる。風力発電と太陽光発電だね。これで光く風があるときは電力を充電できる。なるほど。これで行動範囲広がるのでね、いろいろやっていこうと思いますよ。おう。という感じで今回はここまでとします。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価チャンネル登録お願いします。また見に来てくださいね。